呼ばれて飛び出てじゃ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 の、こんにちは、トイズキングのホルミでございます。です。はい、熱い。どうでもいいか。うん。今日ご紹介する商品はでございますね、またまたホットトイズの品物でございます。これダン、ホットトイズのなんたらかんたらって書いてあるね。これこういう風に届きますんでね、ホットトイズを開け開けにしてあるからね、出します。よいしょ。何が出るかな、何が出るかな。あ、出したよ。でね、これ出てきたのが、あー、あー、あー、アイアンマーのマーク5でございます。これはムービーマスターピースダイキャスト、ここにアイアンマン2って書いてありますね。おー、いったやつ。はい、はい、箱見ていきましょうかね。正面で横、こっちの横が手で、こっちもひ、お、でかい。で、後ろはまあいつもの通りこういう感じですね。で、上はマーク5アイアンマンね。あ、重いね、これやっぱりね。 MMS400 の D18 っていうやつでございます。これ本当はね、開いてるんだけどね、このプラスチック、あのプラスチック開けてきました。で、これがね、オフオフオフ、このこれただ単にちょっとひっついてるっぽい、ちょっと粘着性のあるようなテープっていうかプラスチック、ん、なんていうのこれ、ケーキの周りについてるようなやつですね。と出すと、やっぱりね、この発泡スチロールのやつ、トンと落ちます。で、ここにマッサージですね。この裏にもうなんか入ってるんで、多分台だとか入ってると思いますね。これ開けるの怖いのよ、本当に毎回毎回怖いんだよ。これ開けて、あ、うー、こういう風にちゃんと入ってますよ。でもね、先にね、下のものから、うん、やっていこう。先に取扱説明書、マーク5のですね、ホットトイズあります。で、もうこれちゃんと電池が入ってます。未使用みたいですね、これ。開けたはいいが使ってないみたいな。で、これ開けられるかな、うん、開けられる、開けて、うん、はあやばい、もうこれ出しにくいわ、これ。よいしょ、はい、こちらがね、台座、うん。で、ここ、あ、これちゃんとペリってめくれるプラスチックがついてますんでね。よいしょ。で、ここにアイアンマンのマーク5って書いてありますね。これ、ぶっ刺します。あかんって、はい。で、これちゃんとあのちっちゃいプラスドライバーがここに入ってますんで。アイアンマン2だからウィプラッシュと戦ったやつだね。これ。スーツケース型のアイアンマンスーツ、ちゃんとこれ細かいこうなっております。で、ちゃんと手ありますね、こういう風になってます。で、そこもこういう風にね、これ開くのかな、なんか開きそうなんだけど、うん、開かない。そうだな、アーム行こう。アームですね、これ。ごめんなさい、開いてないから。箱は開けてるんだけど、これ袋自体から出してないっていうやつですからね、ちょっとね、見にくいかもしれないけど、指の先だとか見えるかな、未完成みたいな感じ。ここのところだとか、このアーマーが外れてるような感じの、あのアームになってますね。傷もついてますし、すごい完成度いいよね。あ、で、ちゃんと、よいしょ、ちゃんとこれね、動きます。あ、これはグーパンチのグー。グーパンチのグー。どやー。
グーパンチのグーです。これもちょっとね傷ついてる感じのペインティングが施されたら折れます。胸のプレートこれは取り替えられるのかなるかもわかんないんですけど、こういうプレートも入りますね。これ裏傷ついた胸の光るところなんですけど、これってちゃんと傷ついてる。こういう風この傷がやっぱりねホットトイズの醍醐味っていうか、右側のどっかのプレートをねちょっと傷ついてってね、これやっぱりすごいわ。でこっち左で左になりますね。こういうのが目見えるっていうのがすごい本当嬉しいよね。へこみだとかがあるっていうのがねすごいよ。こういう風にダメージを受けたスーツのどこかどこか、まあ説明書見ればわかりますけど、ね、こういう風です。ウィープラッシュにやられたよみたいなね。チェンジパコンと、ね、これも忘れずにちゃんと読んでくださいね。どれがどれだかわかんないから自分で。Shadow